アーセナルが DF 補強、冨安のライバルをバルサから引き抜きへ。スペインスポルトによると、バルセロナ所属のジュール・クンデにアーセナルが接触したと報じた。移籍金は6000万ユーロほどになるという。これが本当なら冨安は厳しいかもな。いや、冨安は左もできるし重宝されると思うけどな。DF ラインに即戦力を加えたいっていう動きはあるようだけど、カラフィオーリが本命じゃないかな。ラムズデールがいるのにラジャ取るんだから、監督にしかわからないことがあるんでしょ。引き抜かれたらバルサは相当な痛手だな。今のユーロ見ててもそうだけど、クンデの対人強すぎるし。一級品の選手を多数揃えたところで、アルテタってペップと似てて大一番でなど采配したり選手を固定したがるから同ポジに4人もいらんだろ。補強ポジションではあるが、それたとしてアルテタがローテーションを組むかどうか。カラフィオーリでいいんじゃねって思う。冨安は怪我が多くケンバーも長期離脱後の復帰ともあり不安要素はある。その中でガブリエルの控えと左サイドバックもでき、なおかつトップレベルのカラフィオーリは重要な存在となる。今季も過密日程が予想される中で選手層を厚くするのはいいと思うが、6000万ユーロで組んで取るならそのお金で CF 取ってほしいかなる。カラフィオーリ獲得失敗した時の代役で組んでだろうな。両方の獲得はないだろ。